要はね、九州方面、長崎のね、喧嘩したいな、同時宿泊200以上じゃないと無理やんだろ、今回の福島県で分かるとさ、結構出館近くは滞在せんと無理やったのかと、そういうことでした、まあこういうことですね。皆さんリニアなんか喜んでるよね、あの私の計算やとね、このお隣の、ね、首都圏往復フリー切符も分かるよね。この場合の多分2万7000か3万5000ぐらいはすると思う、片道はね、多分高いと思う、高いと思います、多分高いわ、新大阪のうんとかつながると多分高いと思います。多分東京から愛知の、いや名古屋、多分1万8000円はすると思う、多分これぐらい値上がりすると思うわ、従来の新幹線多分2万は行くと思うわ、多分行くと思うわ、片道でやで、ああもうこれいや消費税か原因よ、いろんな税金かけられてるもん、全然見直しがないないよ、こういうことまたは5050、いや日本の代表だぞ、お前らバカだ、いつごろだったんで漏らしたか、ここはクライスアクターズ公園、ちゃんがこれ日本人とも戦争やと思うんだよ、最初はここで戦争してもよかったよ、報道されないから、ああよかったよ、こういうことでした、まあこういうことね、まあ結構ね、申し込むと余計に見えるわよ、ね、よう言わないよ、ねケースなどに2万以上の IC カードを入れている場合は、なんか聞こえないっていう人は一言、あの耳悪いんか、今後言うぞ、お客様にお願いいたします、耳悪いって言うぞ、本当にドア付近は大変混雑いたします、ああ滋賀県接客悪いって言わな、恐れ入りますが車内の2箱台へお進みくださいますと、耳が悪いって分かった、皆様のご協力をお願いいたします、分かった、そういうことでした、そういうことでした、耳が悪すぎてびっくりやな、あの日本の皆さんもしかして耳の筋肉退化した、そういうこと、耳の筋肉が退化したのあなたがさ、多分ねこのさ、もうそしてねで最近3年日本英語のさ日本本を発売で片方のさご指摘の多分耳の筋肉退化したんですよ、これだ、やっぱこれだったかな、まあ、これでしょ、私もう長まで、ね、急なのに信用しなくなったさ、あの態度切れたの、このことだ、こんな悪質なことをしたら本当に報道するからな、うん、本当に報道させてもらうからね、悪質なことはどんどん報道するから当たり前やん、これで情報ストーカー規制はストーカーでもなんでねえ、この自由は守らせてもらう、あの日本政府これ以上すると本当にみんな霞が関おいしようやったら爆撃命令するぞ、本当にこのことやしろって言うことやん、そう分かったやんみんな、そう俺が首相やったら大変なことやん、知ったやん、ああそんなな、お前俺を実験材料に売り込んでたんか、実験材料にタブレットケットレースはこういう新しい鉄道様式とかこういうのこういうのな、俺の実験材料に売り込んでたもんこれ、お前どんだけテロリスト、やっぱ俺は人体実験として送ってたんかこの地域に、これほんまということは日本政府が関与してるってことやな、もう対テロ戦争しても良いってことやな、日本政府に対して、うんそういうこと、対テロ戦争しても良かったやん、そういうことや、覚えとけお前ら、俺出世したあの芸能人たち、お前らあの大抵の戦争で決着や、まあ、もちろん本当にこのことやよ、兄さんね、たまたまね、どんなところが見たかったんだよ、それだけ、そういうこと、あその目的に来てたんや、さあ進めるかどうかね、要はね、オキュピード東京で、さあ514事件にさあむっちゃ狭いってなった、俺は短期間で占領できたの納得やわ、
の施設に立てこもれたら納得や。めっちゃすごいよ本当に。当時は50メートル以下の建物は大型の影響でね、俺でも同じね、そうなのか、短期間で占領できたらびっくりやね。まあ、そういうことでした。要はあれをね、ボイシュ多額の時に再現したら、むっちゃ勝ちましたよ、今回は日本国もうみんな、まあ、あくまで軍はね、まあ、日本支援協力なの決起したの、さあこれでむっちゃ勝ちました、さあ極右団体主体のね、帝政府高等は全滅しました。さあ日本兵の首謀者だったのが、ほぼ全滅しました、勝ったんや。ああ、まあ、日本革命王まではね、さあこういう事態になります。覚えとけ、笑い事ではない、笑ってごまかす。お前ら日本ここにテロリストだったら、また訴えろよ、ストーカー規制を。何、警察に被害届け出せよ。単純に俺はね、直接的に、ね、被害を加えてなかった、ないの現状。もうだからお前らのどうでもいいんだよ。あれはね、あの設定では、ああ、もう日本なんてどうでもよかったんだよ。主教一緒に見て。全然、日本政府は、ストーカー規制を何の規制だ。追加のやつや、GPS の規制規定、同じことやつ、そういうことは。最高だよね。別に俺情報漏らしてもいい。このサイバーテロやってたの、お前らの滋賀県の名前、旧長浜の練習と昨日もと、お前らの、そして芸能事務所、お前らしかいない、この日本で合法的なテロをやれって、お前らや、日本政府公認テロリストってことや、言わざるを得ない、こういうことです。分かった。そんなに俺を排除したければな、戦争進行や、どうせお前らで最初があの三男のライブ行く必要なんだよ。あんね、最初が俺の情報漏らしてたよ。あいつ面白いか、サイバーテロリスト、プリキュアです。ああ、サイバーテロリストやったよ。ああいうことはサイバーテロリストだよ。反省しやがったら、メールばっかり見て通報しまくってたよ。通報的に、ね、世界中流してた。俺があいつ荒稼ぎしてんのよ。まあ毎度数兆円稼いでない、もちろん非課税ね。あたりは日本政府公認テロリストが断然もやりよう、そういうことでした。要は37に対して対テロ戦争もうやっていいって分かってん。俺一人で戦う、この滋賀県全域血まみれにするわ、そういうことでした。以上です。